い、皆さんこんにちは、サルです。今回はですね、視聴者さんの中でとても工作が上手な方がいらっしゃって、このジョイントの木製の箸を作ってらっしゃったんですね。はい、そちらの作品をお手本にさせていただいて、で私なりに少し工夫したものを作ってみたいと思いました。はい、使用したのはセリアで売ってるこのステンレス箸になります。箸の下半分についてはまずカットするんですが、最初はこのように手の子で切ろうとしてみました。はい、ただ刃が鉄用だったのでうまく切れず、今回は電動工具も使ってみました。はい、これジグソーというこういうミシンのような動きをするものです。ステンレス用の刃をつけます。はい、こんな風に一瞬で切れますね。はい、安いね、汎用のツールなんですけど、まあ刃さえしっかりしとけばこんな風に切ることができます。おそらく手の子でもステンレス用の刃を使えば大丈夫かと思います。これが切断面、左側2つは使わないですね。で、大きなバリが出ましたので、怪我をしないようにざっくりとだけバリを取っておきます。はい、仕上げはまた後でやるんですけど、指を切ったりしないように、大雑把なヤスリがけですね。で、深さを測ってみました。だいたい14-15mm でしたね。もう一本の方も同じぐらいの深さでしたので、ここに差し込む木製の木はこの 14-15mm というのを目安にします。はい、切断した部分の直径がですね 5.12mm でした。で、利用するのはコンビニなどでお弁当を買った時にもらえるこの竹製の箸ですね。はい、竹の箸は使った後、うちではまた洗って再利用してたので結構たくさんありました。ちょっとね、個体差がどのぐらいのかなって測ってみたんですけど、はい、大体どれもですね 5mm から 5.3mm の間ぐらいなので、ほぼ無加工でね、ぴったりできます。はい、持ち手のね、先端、はい、2本のね、溝が掘ってあったので、そこは切り落としました。はい、こんな感じでね、ほぼぴったりです。こちらがですね、少し竹が太くて入らなかったのでやすります。おそらく 5.34mm あったんじゃないかなと思いますので、400番ぐらいの紙やすりを使ってやすりますと、こういうふうに気持ちよくぴったりとはまります。ゆるゆるになるとは嫌なんですね。ゆるゆるだとですね、抜け落ちちゃうので、接着剤使わなくても抜け落ちない程度のぴったり感が欲しいなと思って、ここは少しね、慎重にやすってます。で、2本のね、それぞれを同じ長さでカットします。はい、カットしました。これでベースは完成したんですが、まあ、よく考えれば、もともとの箸の先端を無加工でそのまま使った方が手っ取り早いかもしれないなと思って、それで長さを合わせてもう一度カットをしてみましたが、これが原因でですね、後で困ります。ゆるゆるになってしまったんですね。そうなんですよ。
なので、うわ切っちゃったからこうなったんだなということで、嫌だなと思いながらどうしようと、まあ悩みつつですね、とりあえずバリの仕上げだけはやっておきます。まあよく考えればっていうかですね、こだわらなければ少しかしめてやればいいんですけどね。はい、まあただね、素人工作なんで、まあいっかと、まあ楽しければというぐらいでね、やった方がね気楽ですし、なので接着をするためにね、まずはアルコールで脱脂をしてます。あとマジックのね毛が気栓なんかも消してます。でこういう100均のね粘性のない瞬間接着剤、こちらでつけてみました。ポリプロピレンとかだとね、接着剤を選びますけど、まあ竹と金属なので、まあ、耐えていけるかなと思って、で隙間もねほとんどなかったので、くっつくはくっつくんですけどね、隙間が広ければエポキシ系の接着剤とかを使った方が確実でしょうね。はい、ということなんですが、結局やっぱりゆるゆるが嫌だったので戻しました。これ別の竹が入ってます。なので先が細くなってないので、自分で細くしていきます。400番ではラチが開かなかったので、120番で、少し粗く削っていきます。はい、手が熱かったですね。摩擦熱です。革手袋に変えます。だいぶ削れてきました。はい、工具がないとねなかなか大変だと思うんですけど、まあもともとの木の先端を使えばね、この手間は必要ないと思います。だいたい私の好きな形になってきました。太めで先端だけ細い感じです。はい、もう一本の方もやってます。まだ少し太いようですね。大体いいですね。ただよく見ると少しまだね先が空いてる、当たっちゃうので、もう少し先端から1センチのあたりをやすります。小さいねやすりでピンポイントで削ります。はい、こんな感じ。ちょっとまだ右が太いですね。もう少しですね。はい、大体いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあね使い勝手をちょっと確認していきます。まあ、小さなものをね、掴めるかどうか、ちょっとね試してます。ネジとかナットとか、まあ全然問題なかったですね。すごく持ちやすかったです。はい、ということで仕上げのねヤスリ600番か、まあ、800番か、その時家にあるものを使うんでちょっと覚えてないんですけど、まあ、目の細かめのもので表面のざらつきを取ります。これをしておくと塗装がね綺麗に乗りますので、このひと手間が結構大事です。とてもさらに持ちやすくなりました。もう紙でも何でもね、快適につまめる感じです。ではここからはですね塗装をやっていこうと思います。ウレタンのね油性ニスを使うことにしました。割と硬い塗膜ができますのでね、これを塗っとけば竹が長く持つということです。で塗料がねかなり硬くなっているので、必要な量だけ取って、ペイント薄め液で、薄めて使います。ほんのねわずかしか必要ないんでね、そのためにわざわざ買ったりすることはしません。もうあるものを使うという DIY の基本ですね。でちょっとね粘土をまずはいらないもので確認した上で、竹の端の方にも塗っていきます。ヘッドライトでね手元を照らしている関係でカメラがね白飛びしてますけど、だいたいねこれを1回塗った後乾燥してまた
ヤスリで表面のザラつきを取って2度塗りをしてと、合計3回塗り直してます。はい、とても良くなりました。でこれはね、余ったものです。使わなかった先端の金属、あと持つところが木ですね、竹ですね。これは何だろうな、どうしようかと言いながらもね、はい、余ったので、一応塗っときました。もう一つ固い木で作ってみようと思います。はい、竹はねいいんですけどね、固い木のバージョンも欲しかったので、はい、四角いので、まあ、転がり防止にもなりますね。コップの上とかにね置いた時に転がらないと思います。はい、そういう意味ではね、四角いっていうのも意味がありますね。木が硬いので紙ヤスリでは削れないですね。こういう金属製の粗いヤスリでゴリゴリと削っていきます。はい、これが大事なんですよね。はい、ここが気に入るかどうかの分かれ目になります。ああいう風に力を入れるとカチッと入る感じがベストです。もうほぼ隙間がないので、エポキシ系の接着剤使う必要がないなと思って、またこの粘土のない、瞬間接着剤をまあ、ほぼね湿らすぐらいにつけてやると毛細管現象で染み込んでいきますので、固く接着できます。あと余ったねこの硬い木で箸置きも作っておきました。こうすればね一緒に収納できるので、あとこれもコンビニの竹の箸の使わない部分、まあ傷んだ時のねストックとして、塗装しておきました。オイルステインでね塗っておきました。はい、完成品です。コンビニの竹で作ったバージョン、こうね、スリムでこう長くてね、ちょっとスタイリッシュな感じでとても、使いやすいです。でこっちは固い木のバージョン、一緒に箸置きも入れてますね。こちらはねやっぱ固い木が固いので先端が重たいです。あとね短い、ちょっと短めなのでね、小さいものもね持ちやすい、とてもね機能的、機能面でね優れてると思います。このオーリングの部分ね、あそこもねとっても大事で、視聴者さんに教えていただきました。あれがないとですね使ってて緩んでくるので嫌だったんですけど、あれを入れることで解決しました。あと上の2つはね端材、何に使うかなちょっとね分かんないんですけど、視聴者さんの中でこういうのに使ったらいいんじゃないですかっていうアイデアあればぜひコメント欄で教えてください。持つところが木で、先端は金属になってるものです。先端がね削れた時の、ストックまで予備までできましてね、非常に良かったです。あとはね DIY なので使いながら長さ等も調整していければなと思ってます。はい、念のため既製品とも比べてみます。私が持ってる中ではね一番気に入ってるバーゴのチタンですね。はい、これロゴスでもステンレス製の同じデザインのものがあったと思いますが、今のところね一番これが好きなんですね。特にね木が太くって持ちやすいという部分がね私の一番気に入ってる理由ですかね。もう人それぞれだと思うんですけどね、そのあたりは。でどうしてもね自分が作ったものって知らず知らずのうちに好きなものに寄ってますので、似てますので、ちょっとね使い勝手を、比較してみようかなと思ってこんなことをやってます。はい、もう見た目はね当然完全に違うんですけどね、値段も40数倍違いますから、100円のものとは違ってね精巧にできてるんですけど、ただね使い勝手はねまあ大差なかったので、値段の差を考えるとね上出来かなと自分では思ってます。はい、自画自賛になっちゃいますけど、そんな感じです。
ということで、これからはですね、マイ箸を、普段も持ち歩いて、キャンプだけじゃなくてね、日常でもね、飲食店なんか行った時にも使えるかなと思って、そんな風にしてみようと思いました。ご視聴ありがとうございました。